はい、参加者用電車、収録お疲れ。突如、プロデューサーたちの様子が、変わっていったな。無理のしすぎなんだよ。無理と村は任務の障害だからな。ああ、今回の収録か。そいつは新しいオープニングの、収録やで。え、月中の番組、オープニングを新しく変えるつもりだったのか。そのつもりやで、今回は、キャラクターパレード仕様で、編集するで。それじゃあ、早速、編集場へ行くわ。あれから1ヶ月が過ぎていったが、プロデューサーたちは、無事に新しいオープニングを、作り上げることができたんだろうか。内容よりも、体調の方が気になって、仕方がない。川田プロデューサーの元でなら、気かかりなことは、特にないが、川田プロデューサーはしばらくの間、ずっと仕事についており、体力の限界が来ているはずである。途中で倒れて他のスタッフに、迷惑をかけなければよいが。ピョンタプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。さあ、今日は発表会か。ん？なんだ、そこにいる人物は第7話で相談に来ていた来客ではないか。携帯電話の取り扱いが変わったから、それに伴う自動放送の更新なのか。そういうことか。ちょうどこっちも最近自動放送が更新されたばかりさ。お手並み拝見だ。本日も月の宮急行鉄道をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は快速急行大連行きです。次は氷見尾口です。優先座席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。その他の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。ご協力をお願いします。この電車は8両で運転しています。お手洗いは、前から2両目と、5両目、7両目の3箇所にございます。また、各お手洗い付近には、寝室差移動の発生を考慮して、AED を設けております。一人でも救える命のために、皆様のご協力をお願いいたします。Thank you for using Moon Temple Express Railway.This train is rapid express bound for Dairen. The next station is Korimayoguchi Dock Station number MS-02. Please turn off your phones around the silver seats event of being crowded with us. Please refrain from speaking and set manner mode.
This train is 8 cars. Cars 2, 5 and 7 have a lavatory. Also there are 3 sets of AED around the lavatories. Please cooperate to save lives can be saved. ということがあったのさ。あれは何だったんだ？あれは、スタジオのセットの一部で、海と月光がスイムなの。あれは、スタジオのセットの一部で、海と月光がスイムなの。関東より先に優先座席付近で、携帯電話の電源を切る必要性が、薄れていることに気がついてさ。関西では、2014年から携帯電話の、扱いが変更されたからな。阪急に至っては、電源オフ車両がなくなったくらいだ。こっちも本部が関西色が濃いから、関西側の扱いに合わせることとしたのさ。関西ではそんな改正があったんだ。聞き慣れない放送だから、めちゃくちゃ戸惑ったな。エレガントよ、これからどうする予定だ。言う間もなく、試運転やけど、その前に、まだ知らへん車両に紹介せなあかんな。そういえば、知らない間に、新車が来ていたようだね。作者は順次、新車を手配してるそうだから、気づかないうちに新車が、来てた、なんていうのは、よくあることよ。俺の名は京阪8000系と、言います。近年、エレガントサルーンという愛称が、つきました。テレビカーに代わって、ダブルデッカーが売りとなっています。あれれ？もうテレビは終わりなんだ。せっかくだからこの路線でも、披露してもらいたかったんだけど。残念やけど、それは今では、不可能になってもうた。ここは電波がええけど、ええ番組があれへんから、誰もテレビを見いへんはずやで。正直、今の芸能界は、おもろあれへんから好きちゃうわ。確かに、どの番組も、似たような内容ばかりだからね。ネットで一時よく出たいやなら見るなというセリフ以前の問題になっているようだね。どうや、そちらの2編成は、どちらも頼りになりそうやろ。そうそう、見慣れない色の車両がいるだろ。なお西武3万系といい、スマイルトレインを呼ばれているんだぜ。今回は珍しく、関東の車両についても、問題があれへんやん。はわ、西武グループなら、こっちでは、おなじみだからな、他とはちょっと違うぜ。というのも、近江鉄道が、近くを並走しとるからやな。こっちでも八尾駅の近くに、西武百貨店があるから、あの件以来、関東の車両の投入を、控えてたけど、このような理由があるから、西武車両だけは、投入しても問題ないと、判断したんや。さて、さっきのあのキャラのこともあるやろうし、新オープニングの制作を、見ていこうか。まずは、車両から見ていこう。まずは、今まで通りにシナリオ上で、使用する写真の、撮影を行う。それに加えて、今回は、車両の背景を大胆に、改造したんや。それがこの映像やで、この映像は、インクスケープという編集ソフトを、使って、車両の背景を消し、第12話以降で採用された AVI インテゲルで、各車両の特色案内と、車両名、専用の丸い枠を作るという、比較的シンプルな工程やけど、これを10回以上も行う関係上、結構時間がかかったんやな。それにしても、抜擢されている車両、圧倒的に関西の車両が、多いじゃん。これはどう見ても不平等やけど、よほどシャレにならへんかった事件があったんやな。しかも、いきなり見慣れへん車両までおるし、基準がめちゃくちゃやで。次に、オープニングそのものの作成やな。BGM はこれで使用したものを、使用し、肝心の映像の方は、曲の伴奏のや歌詞の移り変わりに、合わせて、画像の変化をつけることとなるけど、アニメーションの調整や、付け忘れなどがあって、めっちゃ大変やったで。それでも、タイトルの背景のローテーションは、粘り強さを駆使したことで、実現したんや。
こうしてタイトル部分は無事に完成や。そしてこのオープニング最大の特徴はサビに入る前のところのアニメーションで、アニメではおなじみの光景でもある映像やな。見た目は簡単そうだが、やはり実際は大変とかいう展開になる気が。まさにそうやで、あの写真中途半端やから。ただでさえ処理が大変やったのに、アニメーションが5秒までやから曲に合わせにくかったんや。そこで予定になかったお得意の上半身のみの使用を取り入れたことでうまく合わせれたんや。だから多くの車両は事前にスタジオで撮影されてたのか。こうして完成した月球の第2期オープニングはこちら。前回より活発的だな。地味変わりがさすがね。確実に撮影されてた。あと、自動放送も更新しとんで。本日は、月9星もご利用いただきまして、ありがとうございます。この電車は、快速急行、大須、沢渡方面、三原駅です。途中の停車駅は、郡明口、開園、千住本町、大浜、久住大野、土井、倉崎、大須、小岳池野、幸い、桐野、沢渡りから先、三原までの各駅です。さっきの映像から気になったことがあったんやけど、急にどうしたんだ？本当はあかんねんけど、253系、あんたのところ、ちゃんと乗客をもてなしとるか？一般客もあんたのところの運行には満足していないようやで。信じがたいようやけど、そっちの通勤はしんどいそうだな。そりゃそうなるで。何せ、安いとは言われへん料金払うても、立つか硬い座席に座るかだけやからな。関西なら乗ってられない人は、少なくなさそうね。俺らが日頃の競合を、繰り広げ、乗客に対してどの会社もよくもてなした。だから今でも通勤客にゆったりと、着席できるように、あれこれと配慮できるのさ。ただ、さすがの近鉄沿線民も、関東のあの体質には耐えられへんやろ。全席指定には、ゆったりと過ごせるようにする意味合いもあるんだけどね。こらー、E233K3000番台、また対応していらんこと言うつもりやな。またいつか。E233K3000番台、勝手にマイクを使って、失言をやらかそうとするとはどういうことだ。直ちに本部まで来ること。あ、それには訳がありまして。その訳とはなんだ。文句あんのか。さては、6000番台や7000番台を呼ぶつもりだったな。相変わらずだな。だから本部に嫌われるのだ。自業自得の光景をじっくりと見られるとはな。そういえば埼玉の方でも
EE33 系が暴れているそうだけど、その編成がこっちに来るかもしれないから、もっと関西の車両を呼んでおきましょう。ところで、なんで JR 東日本の車両が本部に嫌われているんや。乗客をうまくもてなされへんからなん。その件だが、大阪志向22系を悪役扱いにして全路線に広めたからさ。しかし川田プロデューサーと大竹プロデューサーには通用せず、いとも簡単に問題児がバレたのさ。あのアホの陰謀を簡単に打ち破るとはさすがです。そうか、あまりそんな感じがしないが。ということで、新たなオープニングが完成し、未来へさらに進んだわけですが、当社の今後の活動に期待しつつ、今回はこれでお開きとします。今日から期間限定で特別な人物がやってくんで。ということは研修生だな。こっちも迫っていられないね。次回月宮急行鉄道第25話プロデューサーたちのインターンシップ第1章、お楽しみに。